Hazard 6。はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、Biohazard 6をやりながらね、人生相談乗っていこうと思います。前回ね、チャプター1をクリアしまして、今回からね、チャプター2をやっていこうというふうに思います。うん。まあ、過去編ですね、クリスのね。なんで、クリスが記憶を失ってしまったのかっていうのが、まあ、このチャプターで分かるというところなんで、お楽しみください。ということでね、ムービー中なので、ムービーが終わったら、速攻で質問を読み上げていきたいと思います。うん。まあ、ミナーということでね、BSA の世界からバイオテロをなくすことだとかって言ってますけど、うん、まあ、それは間違いないところですよね。うん。まあ、ちなみに、ヘブンリーアイドルじゃなくて、マルハワデザイアっていう漫画がね、バイオハザードあるんですけど、そこでピアーズとクリスが活躍するっていう作品もありますんで、まあ、興味ある方はね、ぜひ読んでみていただけたらと思います。ピアーズ並みにね、大活躍する女性キャラのね、追いかけムンムンのね、キャラも出てきたりはするんですけど、それからまあヘブンリーアイランドっていう作品もあって、まあ、マルハワデザイアのね、時代的に後の作品になるんですけど、そこではクレアと、それからね、パーカー。わかるかな、まあ、パーカーわかりますよね、リベレーションズに出てきたジルの相方ですね、なんかブルドッグみたいな顔してるやつ、あいつも出てきます、うん、というような作品ですね。というところでもうそろそろ終わるかな。じゃあそろそろ終わりなんで質問も読んでいきたいと思います。はい、では行きましょう。30半ばを迎えました。これまでの人生の中で情熱を捧げて何かをやったみたいな経験がありません。生きる気力というべきか、そういうものがないです。ブルーホースさんはこれまでで情熱を持って何かをやったという瞬間はありますか？体験談聞いてみたいです。なんか最近僕に興味を持っていろいろこうやって聞いてくれる人が増えたので、まあ、嬉しいっちゃ嬉しいし、なんか恥ずかしいは恥ずかしいってところですね。まあ、それよりも皆さんがね、どういうこと悩んでてっていうことにね、ちょっとストレートに回答する方が好きなんですけど、まあ、ちょっと自分語りということで、まあ、30代半ばということでちょっと先輩ですね。僕今年30になるんですけど、まあ、まだあと半年くらい先ですけどね。まあ、それは言って一番情熱持ってってなると、ちょうど10年くらい前ですかね、大学の頃に、まあ、バスケのコーチを出身高校の見えない壁に阻まれた、交通事故、こんなこと初めてだ、びっくりした。てか、そもそもね、今更カミングアウトしてクリスやんの初めて。ずっとね、弟と二人で実況プレイをやってきてたんで、実況プレイやってるの、遊んできてたんで、ただね、ピアーズをね、使ってきてたんですよ。弟がクリス好きだったんで、っていう関係もあって、初めてクリス使うから、なんかあんま慣れない、なんか重いね、やっぱりね、ピアーズと比べるとね。うん、まあ、それはいいとして、10年前にその出身高校で、まあ、バスケのコーチをずっとやってきてたんですね。でその時は、もう、なんだろうな、ちょうど3つ下なんで、僕が高校卒業するタイミングで高校生で入ってくるっていう女の子の指導から始めたんですよ。うん、で当時は3人しかいなくて、その学年が。で、1体は。うん、で、その下がマネージャー1人を入れて、でプレイヤー4人の、で、だから8人の部活だったんですよ。だから5対5の試合もできないですね。3人と4人にしか分けられないから。だから3-3のミニゲームみたいなことをずっとやったりとかしてたんですけど、だからね、あれはね、もう人数もいない。で、しかもその一つ上の学年の子たちっていうのが、まあ、僕の2個下に当たる子たちなんですけど、公式戦の勝利数が0だったんじゃないかな。うん。公式戦全く勝つことができなかったっていう子たちだったんで、だから、要はその後輩たちである僕が教える子たちも、その勝ったという経験がないから、どんな風にバスケットをやったらいいのかっていうのは、全然知識も経験もないんですよね。だからイメージも湧かないというような状態からのスタートだったんで、うわ、とんでもない大変なチーム、受け負ったもんだなとかって当時は思ったんですけど、まあまあそんなことよりも、僕はもう小学校6年生の卒業式で、将来バスケのコーチやりますみたいなね、ことを言ってたんで、それがもう7年越しに夢叶ったんで、もうたまらなく楽しいっていうようなね、感じだったんですね。まあいろんな大変なこともありましたけど、うん。まあそんなこともありつつで、そう。みなぎってる。うん。で、まあそれはいいとして、まあそんなこともありつつ、で、まあ、そこからやっぱ寝る間も惜しんで、コーチングの勉強をしたりとか、練習メニュー組んだりとか、でもやっぱりね、最初のね、3ヶ月くらいかな、最初の大会だから、半年弱かな、4ヶ月、5ヶ月くらいは、やっぱりね、彼女たちも、こいつ誰やねんと、ブルーホース、お前貴様何者やねんみたいな感じで、やっぱ警戒をしてるし、一方で、僕も僕で、女の子を指導するっていうのが初めての経験、ずっと男子バスケットの中でやってきてて、で、兄弟も、
もう男しかいないからどう扱ったらいいかとかっていうのも全然わからないというような状況だったので、そもそも女の子とコミュニケーションするのは友達ですら苦手でしたからね、うん、っていうような状況だったんで、うわ、ないかな、やったらいいかなっていうことがあって、やっぱりね、まあ残念ながら最初の大会はズタズタに負けたんですよ。練習試合もやってそこそこ戦えるかなと思ってたチームにいざ公式戦で戦ってみたらめちゃめちゃ強かったみたいなね。まあ相手は3年生が残ってたっていうのもあったんですけどね。夏の大会ってその 1,2 年生のチームだけなのか3年生まで残っているチームなのかっていうのはちょっと分かれるんで、 1,2 年生のチームにどんどん3年生ボコボコ負けるっていうのはだいたい予測はできたんですけど、思った以上にボコボコにされたなと思ってめちゃくちゃ悔しかったし腹立ったんですよ自分に、うん、そういう指導しかあの、ね、彼女たちにできなかった自分の指導力のなさっていうところね。でその直後にあの僕が中学の時にお世話になったあの先生にあのそれは自分の出身中学とはまた別の中学校で、まあ、選抜チームの時にお世話になった監督がいたんで、ちょっと彼女に見てほしいですというふうに、そんな高校に行くべきところ中学校に行って、でそこでやっぱりあのその中学校の女の子たちに負けたんですよ。まあ、そこ地区で優勝したチームかなんかだったんで、まあ、結構強かった子たちなんですよね。だから、まあ、あのただね、あの 1、2 歳しか変わらないような子たちだったんで、まあ、ここに負けて、そこでも負けてっていうような状況で、あのお前次第やぞっていうことをね、あのパッパかけられまくってですね、もうボッコボコに言われますよ、ね、その時の監督に。でこれはもうどうにかせなあかんということで、そこからもう完全にスイッチ切り替えてですね、もうやれるだけのことやってっていうのを指導してっていう、まあ、当時のね、まあ、今からすると全然大したことやってないし、もっといい指導の方法あったなとか練習方法とかあったなとか、今だからいっぱい情報がね YouTube とか本とかから取れるんで、うん、今またねコーチやるってなったら今以上のチームを作る自信ってなるんですけど、まあ、もうそれはもう今振り返っても仕方ないですから、うん、だから寝る間を惜しんでメニュー構築して、で、これまではこういうチームを作ろうと思ってたんですけど、当然そのゴールを掲げつつそれだけじゃなくて どういう役割を与えるのかっていうのが、どういう人だからこそできるやり方っていうのをきちんと構築しようと思って、じゃ あのお前はこれやろうな、もうお前って言われてるね、あの何々はこれやってね、これ何々はこれやってねって個別のメニューを与えるようにしていったんですよね、うん、まあ、当然ながらそれチーム発足した時点でやっときよっていう話なんですけど、うん、みたいなこともやったりとかして、そうするとあのやっぱりねはっきりとこういうことができるな、ああいうことができるなっていうのがそのプレイヤー別であの分かってきたんで、その公式戦なんかとかでも戦ってて、あの時間帯とかそのなんかゲームのその進捗状況に合わせてどういうプレイヤーをどう使ったらいいかっていうのがだんだんこう明確に分かってくるようになってきたんですよ。あのやっぱりディフェンスガチガチに固めて走らせたい時にはこのプレイヤーだし、外から1本欲しい時はこのプレイヤーだしみたいな感じでね、それがたった7人しかプレイヤーがいない中でも使い分けっていうのがあのうまくきちんとねできるようになってきたというところだったんですよ、うん、で、まあ、そんな状況の中で、まあ、公式戦はね練習試合で負けたところなんかにあの勝つこともできるようなチームに仕上がってきたんですけど、でかいお風呂なー、うん、ですけど、まあその中でその最後のインターハイ予選っていうのがある、まあ、1月前くらいに市の大会があるんですね。でその市の大会であのやっぱり弾みをつけたい、市の大会で優勝することによってインターハイ予選にも弾みをつけようっていうのが、まあ、1つ大きな目標としてあったので、まあ、そこでね、絶対優勝するんですよ。で、まあ、彼女たちはその公式戦でも、まあ、せいぜい2回くらいしか勝つことが経験としてできてなかったんで、いや、まさか自分たちが優勝するなんてことはもうできるわけがないっていうふうにまあ思い込んでたんですよね。まあまあ、あの、わからなくもないです、気持ちは。で、あの、だけど僕らはもうあのお前たちやったら絶対優勝できる、このチームやったら優勝できるから絶対優勝できる、絶対優勝できるってことをまあ言い続けて、もうなんかその1ヶ月間、うん、その前の公式戦が1月の半ばくらいに終わって、それが3月末の大会にあるんですね、その市の大会っていうのは。その中2ヶ月半くらい絶対優勝できるから、絶対優勝できるからってことを言い続けまくって、で結果どうだったかって言って優勝したんですよ、ちゃんと、うん、優勝できたんですよね。で、あの男子の監督がですね、僕の男子の監督、まあ、僕の顧問の先生でもあるんですけど、がお前ようあんなチームに優勝させることできたなってびっくりしたわほんまにっていう風にまあ褒めてもらったっていう、うん、まあ、なんか自分もあの、まあ、別に自慢とかそういうあれじゃないですけど、あの同じ大会で優勝は経験してるんですよ。でなんですけど、なんか自分がね優勝した時ってなんかあっさりしてたというか、もうなんかインターハイ予選の方にもうなんか視線が向いてたんで、どうでもいいみたいな、どうでもいいって言ったら失礼か、うん、まあ、別に優勝したところでなんかみたいな感じはあったんですけど、だからあの
その教え子たちが優勝した時めちゃくちゃ嬉しかったですよね。ああ半端なかった、まあ、あれはその顔にこそ出さないけど、うわもう優勝してほんまに良かったなっていう気持ちがもう溢れすぎてやばかったっていうのはありますね。いまだにやっぱりそのことで、当時ねまた教え子たちと食事行ったりとかした時にすごい良かったとか優勝して良かったとかっていうね、話にやっぱ盛り上がったりしますし、僕がコーチ辞めます、就職にあたってコーチ辞めますってなった時なんかにも教え子たちの手紙には大体そういうことを書いてある。だからその後 の, あの学年の子たちも同じ大会で優勝させてますので、まあ、優勝してもらってるんで、まあ、お注射タイプですね。刺して、はい、というところですね、っていうようなところで、あ、投稿させてくれましたね。はい、ありがとうございます。っていうところなので、まあだから、それは、まあ、その大会に限らずですけど、バスケそのもののね、経験自体は、まあ、ものすごい自分の糧になってるし、まあ、それがあったからこそ、なんか、やっぱり人に何かを伝えるとかね、教えるとかっていう経験ってすごく素晴らしいなっていうふうには思うんですね。あれがなかったら、大学生活全然充実したものにならなかったし、なんかこういうのを指針にしてね、この先の人生生きていきたいなっていうふうには思わなかったんで、まあ、そういうものですかね。だからやっぱりなんだろうな、自分が何かを成し遂げるっていう経験もすごく大事だと思うんですよ。例えばなんだろうな、富士山を登頂するとか、日本一周旅行をするとか、なんかこういう技術を身につけるとか、資格を手に入れるとかってすごく大事だとは思うんですけど、それも大事ですし、それがないとやっぱ張り合いがなかったりもするんで、大事なことだと思います。なんか同じこと言うんだって話なんですけど、だけどやっぱり自分が誰かに何かをしてあげるっていうことで得られる経験の方が、まあ、充実感っていうのはすごく満たしてくれるんじゃないかなっていう気もします、だからそのなんだろうな、人生情熱捧げて何かをやったみたいな経験がないということで、生きる気力をこれから見つけていこうっていうことであれば、自分がこれをやりますとか達成していくっていうことも大事な一方で、やっぱり誰かに何かをするっていう経験をしていくっていう、目指していくっていうことを、まあ、ぜひねやっていていただけたらいいかなっていうふうには思いますね。それが結構大事じゃないかなと思いますね。だからなんだろうな、人にプレゼントをなんかサプライズで渡すとか、プレゼント買ってあげるとかね、それから、まあ、なんでその結局生物がなんかこうやって、ね、ずっと長い年月とか栄えていってるかっていったら、っていうことを考えると、あれですわ、やっぱり子供のためなんですよね。子孫を残して子供をよりねいい環境で過ごさせていくためで、これはその人間に限らずですけどね、ありとあらゆる生物がその通りになってくるんですけど、やっぱり何かのために、それが親子関係なのか、それとも今見ているようなコミュニティの中でのことなのかっていうのはいろいろあるかとは思うんですけど、誰かのためにねやるっていうのはすごく大事なことだと思いますんで、誰かのために自分が持っている技術、スキル、能力とかっていうものを生かしてやれることっていうことをぜひね発揮して生かしてで提供してあげていただけたらなというふうに思います。はい、ということでちょっと待ってくださいね。今隠れミッキーじゃないけどなんでミッキー、全然ミッキーらしくない、目だけいっぱいあるけどね、っていうところでちょっとここ一段落ついたら次の質問読んでいきたいと思いますので、ちょっとお待ちくださいね。ちょっと待ってね、ダダって打ってるところなんですけど、さてあ、じゃあここら辺でさっと読んでいきましょうかね。はい、じゃあいきましょう。いなくなった。走ってきて、じゃあ今のさっと読んじゃう。目標の上手な立て方を教えてください。いつも立てるだけ立て達成しないまま終わることが多く、ダイエットとか勉強とかうまくいきません。助けてくださいって書いてますね。助けましょう。一つは目標を立てることっていうのは大事です。で、目標を立ててダイエットで何キロ痩せますとか、それから勉強でこういう資格取りますとか、何点取りますみたいなことっていうのを、ゴールだけを掲げる人っていうのは結構多いと思います。だけど、ゴールだけ掲げても仕方なくって、結局人間って行動をしないと、そこに一歩進まないんですよね。なので、何のためにやるかっていうのを考えるのも大事だっていう話はよくあったりするんですけど、それ以上に何をするかっていうことをきちんと立ててみてください。はい、何をしてこの目標に向かっていくのかっていうことを考えてみられるっていうことがはるかに大事です。だから例えばダイエットだったら例えばゴールが5キロ痩せますってなった時に、5キロ
痩せるためにじゃあ、どのくらいの期間で5キロ痩せるのかっていうことを考えてみられたりとか、それから、そのために、食事制限、お菓子を断つとかカロリー制限をするとか、それから運動は1日これくらいでこの量をやるとかねっていうのを細かく立つんですよ。でそれが3ヶ月で5キロ痩せます、じゃあ1ヶ月目だったらこういう行動をとります、2ヶ月目になったら運動を慣れてきたから運動の負荷を上げます、で3ヶ月は追い込みの時期だから最後1ヶ月間しんどいけど、食事を変えて例えばケトジェニックやりますとかね、ローファットダイエットやりますみたいな風に切り替えていくというような、そういう話にね持っていくっていうのが大事になってくるんじゃないかなと。だから3ヶ月間毎日同じことをやりましょうっていうわけじゃなくて、例えばですけど月ごとにこういうことをやってああいうことをやってっていうのを変えるのもありですけど、要はその中身っていうのを詳細にきちんと決めて行動をどうするかっていうのをやっていかないと何にも決まらないですよ。だから受験でうまくいく人とかっていうのも1日の中で勉強をどうやるか、ああやるかっていうのを区切ってやるですよね。うん、でそれを決めないでなんとなくその参考書を このくらいまでできたらいいかなみたいな風に何の計画性もなくやっていくっていうようなパターンっていうのはどちらかというと受験失敗しやすいというようなそんなところの差っていうのがありますので、何をやるのか、じゃあダイエットします、勉強しますってなった時にダイエットの中身は何ですかと、何をして痩せていくんですか、勉強するんだったら何をして、勉強を進めていくんですか、それをきちんと考えてみてください。それはやっぱりね、僕は立て方というよりは達成するために必要ようなことです。立てるのなんかぶっちゃけなんだっていいんですよ。やってみて結果5キロ痩せるつもりで、やべ、そう、5キロ痩せるつもりで、まあ、3キロしか痩せませんでしたってなっても、3キロ痩せたっていう事実があるんで、じゃあ次5キロ痩せるために具体的にどう行動したらいいのかっていうのは中身がリピートできるじゃないですか。繰り返しすることができるんで、それが大事になってくると。うん、ところが5キロ立てただけで満足した、要は参考書買って満足しちゃいましたみたいな、風になってしまうと、結果的にね、何もしないまま終わってしまうっていうようなケースになりかねないので、それよりは短期で痩せられたっていう事実をもとに、じゃあそのために何をやったのかっていうことをきちんとね、把握してやっていくっていうことのがはるかに大事だというふうに思いますね。うん、フィン、get over here!I need you to blow this fence. ちょっと待ってください、ね。I'm on it, sir. Setting charges now. じゃあ次進んでいっていいかな。じゃあ次進みましょうか。はい。多分ここクリアしたら終わりだと思いますんで。ここでまたね、いい気になってくると思いますので、ちょっと待ってね。そう。まあ、ここも終わったら次あれなんで、多分もう2、3分で終わっちゃうと思うんですけど、さっきのその目標の立て方みたいな話でいくと、あともう一つね、やった方がいいかなと思って、これ僕やってなくてね、まあいろんな人に、やった方がいい、やった方がいいよっていうのに、こっちが逆に続いたり続かなかったりするんですけど、ノート取るのってすごいいいっていうふうにはよく聞きますね。だから要は自分が、まあ、例えばですけど、ダイエットやってるってなったら、その食事の制限とか、まあ、それから運動何やったかとかっていう話って結構あると思うんですけど、それで運動だったら、ね、1日何回腹筋やったとかね、スクワットやったとかって、で、それが10日経ちの、20日経ちの、1ヶ月経ちのってなった時に、振り返って、そのノートを見て振り返ってみて、わ、自分はこんなに頑張ることができたんだと、で、こんなに頑張ることができた自分ってすごいなって、それが仮に目標達成したかしなかったかの関係なく、そこまでやることができた自分を褒めてあげよう。その満足感を得るのにつながっていくんですよ。だからよく筋トレをやってる人たちなんかの、なんかね、50万人前後 のチャンネル登録者数がいらっしゃるような筋肉系 YouTuber の皆さんの中の筋トレやるときにはこれやった方がいいみたいなね、おすすめの話が出てくるときにほぼ必ずノート取りましょうっていう話は出てきてますね。うん、だからなんかそのレップス何回やったとかね、何レップスやったとかね、何セットやったとかっていうそういう話っていうのを記録取っておくことで自分 の筋肉の成長力を見ることができるみたいなね、そういう話があったりとかするんで、うん、でそういうのをきちんとね取っておくっていうのはすごく大事になりますかね。おいって、あっちゃやっちゃった。ヘルプ、フィン、まだか。ヘルプ、あと少しです。OK、うい、胸キュンタイム。復活。
もうでもこれ次やられたら終わりだもんな。これでね、お亡くなりになったとしたら、ちょっとまた繰り返しやらなきゃいけないっていうのは大変になるんですけど。よし。でももう終わるね。終わったら多分下降りて、あ、うん、いつもに切ったのこれ。パンチ。あれ。外れた。あっぷね。じゃあそろそろ降りましょうか。あれ、降りないよ。降り。ほい。じゃあ次行きまして。で、ボーン、バッ、お、ん？あ、そうだ。合流したよ。はい。やだ。そろそろムービーに入ってくれてもいいんじゃないかな。オッケー。さて、じゃあここ裏隠れ、あ、オッケーオッケーオッケー。よし。このシーン好きなんですよ。なんか誰かわかんないけど、こう、ヘッドスライディング、そうそうそう、かっこいいよね。で、あ、いけない。まさに分断状態みたいな、してやったりっていう感じですね。はい、ということでね、本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ちょうどね、あの区切りのいいところになりますんで、この辺りで終了とさせていただきます。ということでまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。